はい、どうもこんにちは、ハグヨルです。今回もですね、視聴者さんにいただいたコメント、疑問質問にお答えする感じの動画とさせていただきたいと思います。皆さんもこれ結構気になってた方いるんじゃないかなと思います。ズバリコードネームとタブ譜が違うっていう時ありません？例えばなんかコードネームは G って書いてあるんだけど、その押さえ方タブ譜で見ると絶対 G じゃなくない？みたいなことありますよね。なのでこれは本当にもうタブ譜を見て練習していってる方向けなので、タブ譜はあんまり見たことない、コードネームだけしかまだあんまり見てないという方はちょっとピンとこない話かもしれませんが、バンドスコアを見始めたりソロギターを弾こうと思ってるっていう方は、あれこれでいいのかなと思ったことがあるんじゃないかなと思いますっていう、そんなコードネームとタブ譜が違うっていうあれのからくりについてと、じゃあ実際どうしたらいいのっていうお話をしたいと思います。早速やっていきましょう。まずね、コードネームとタブ譜が違う現象、大きく分けると5つに分かれます。1つ目、チューニングやカポタストの設定が違う。2つ目、楽譜の誤植。3つ目、あなたの知らない押さえ方。4つ目、これぞアンサンブル。5つ目、アレンジです。っていうその5つがこれですね。目立ってんな、2番。一番短いんだけどさ、これ。じゃあお話します。まず1つ目、チューニングやカポタストが違うという件。これはね、もう楽器のセッティングの時点のお話です。例えば、C の押さえ方であっても、カポタストを2フレットにつけてねっていう指示があった場合、鳴る音はこれ D なんですね。そう、つまり本当の鳴ってる音的には、この D の音でもカポタストを使うことによって、まあ半音2つ分ずれるので2フレットだからね。そうすると C を弾いてねっていう指示になります。まあカポをつけてる場合はその楽譜のそのパートの上にひっそりと C とか書いてある楽譜も多いんですけども、ちゃんとそういう風に作ってないスコアもまああります。だからカポ割りの曲なのにカポ付け忘れてたとかだと、つまりはタブ譜と鳴ってる音が合わなくなります。あとはチューニング違いですね。ギターって皆さん毎日チューニングしてると思うんですけども、皆さんが今チューニングしてるのはレギュラーチューニングっていうチューニング法のうちの一つをやってるだけなんですね。チューニングって実はいろいろあるんですよ。全部の弦を半音下げてやる半音下げチューニングとか、6弦だけ1音下げて今やってるんですけど、いつもより6弦が低いっていうチューニングね。これドロップ D チューニングと言います。でドロップ D にしたまま全部の弦を半音下げるドロップ C シャープチューニングとか、何も押さえないで全部の弦弾いてるあら不思議 A のコードになっているっていう、まあ面白いオープン A チューニングなどなど、結構ねいろんなチューニングがあるんですよ。なのでこれの場合必ず楽譜の冒頭に記載があります。それを見落としたまんま弾くと、まあ押さえる形となってる音が一致しません。例えばね、これね、丸じゃなくて0のつもりだったんだけど、めっちゃ丸に見えますよね。ごめんなさい。D って書いてあるのに、4弦、5弦、6弦を0、0、0、つまり開放弦でこの3つ弾いて、こんなの全然 D じゃないじゃないですか。でも、D なんです、これ。ドロップ D の場合、ドロップ D チューニングの場合ね。ね、これ D なんですよ。まあ、これの音のすごい低いやつ。っていうのが、ドロップ D チューニングの場合、ここに D って書いても別にこれで正解なんですね。という風に、まあ、この1番、大前提のセッティングとして、あなたが見落としているっていうパターンがあります。それによってコードネームとタブ譜、あれなんか違わない？っていうことになります。で、これの1番であった場合の最大の特徴は、一曲通してずっとずれ続けるっていうことです。なので、バンドスコアとかの最初にチューニングハーフダウンとか書いてあったら、それを絶対見逃してはいけません。楽譜を見る際必ず前提条件を確認しましょう。前提条件っていうのは、そのチューニングはこうですからねとか、テンポはいくつでやってくださいね、これは7弦ギターで弾いてくださいねって、実は楽譜の最初にいろんなのが書いてあるんですね。これを見逃さないようにしましょう。次に2つ目、楽譜の誤植。まあ人がやってることですからね、誤植もあります。人間だもの。出版されてる楽譜ってね、演奏した本人が書くわけじゃないんですよ。あれ誰かが聞き取って、誰かがデータなり楽譜なりに書き出して、誰かが印刷してるんですよ。そりゃどっかで間違えますよ。
ね、そんなのさ、新聞とか雑誌でも文字間違ってるしさ、ファミレスでも違ったメニュー来ちゃうでしょ。だから英語の和訳とかみたいなもんですよね。単語を聞き取る人が聞き取り間違っちゃったかもしれない、訳すときに主語があ、この人かなってこう間違っちゃったかもしれない、それを日本語で入力するときに打ち間違っちゃったかもしれない、どっかのタイミングで起こりうるミスでございます。もうね、これしょうがないですね。結構あそこの楽譜は当てにならないってプリプリしてる方もいるんですけども、ギターがちょっと弾けるようになってきた方って、いやいや、まあ許して、もうあなたもそんなに合ってるかどうかわかんないよみたいな、そういう感じですね。みんな自分が正しいと思ってやってるので、まあそういうこともありますっていうことで、あとね僕先日渡り鳥のイントロ弾こうっていうっていう動画出したんですけども、あれもね、あのフレーズも結構人によって解釈が違いましたね。ここ、こういう風に弾いてると思うみたいなのが結構 YouTube で検索したらいろんな方がいました。でも、まあ、僕はこうじゃないかなっていうのでお伝えしたのと、あとはまあ割り切って一番簡単にアレンジした弾き方っていうので紹介したので、まあよかったら弾いてみてください。結構簡単です。で、3つ目、あなたの知らない押さえ方がある。皆さん C と言われたらどうやって押さえますか。まあ多分これですよね。でもこれ以外にもあります。例えば B フラットとか B って弾けますか。いや難しいから弾けなくてもいい。知ってますかね。うん、これね、これ B フラット、これが C、 あ、違うこれが B フラットで、これが B で、もう一個ずらすと人差し指が3フレットで、その他の指が5フレットにあると、これって C なんですよ。この C と、まあ構成音、厳密には違うんだけど、ドとミとソですよっていうところでは一緒なので、これも C なんですね。あとは F の形、これで半音上げると F シャープ、もう一個上げて G、 G シャープ、 A、 A シャープ、 B、 C、 お、 C ここにもある、これも C です。知ってました。だからこれとかこれとかももう正式な C なんですよ。だから皆さんがタブ譜を見てなんか C のはずなのになんか上の方で難しいことやってる、いや特にこれ難しいことやってないです。ただあなたが知らなかっただけです。マクドナルド行こうっつったのになんで南口行くの。マック反対側だよ。いやこっちにもマックあんだよ、お前が知らないだけだよ。じゃあなんで南口行くの。いやカラオケ行こうっつったのお前じゃん、カラオケ南口でしょ。そんな感じです。コードって結構前後の流れで近いところに行くんですね。なのでその前のコード進行がみたいな、この辺だったらってやるよりもこの方が、近場の方が弾きやすいし、あと聞きやすいんですね。アンサンブルってそういう風にできています。結構ギターのどこを弾くみたいなのってこういうのを元に作られてたりもします。なので、あなたが知らないけれども、あ、そこにもそのコードの押さえ方ってあるんだみたいなのもありますよってのが3つ目。さあ4つ目、これぞアンサンブルだと。いやー、こっからよ、語りたかったのは。前置きなかったわ。まあ例えばなんだろう、こういうのとか、こういうのとか、みたいな、こういうのとか、まあ、全部 C って書いてあってこれを弾くこと結構あります。全部コードの一部でございます。そもそもコードって何かというと、その瞬間に鳴ってる全部の音をまとめるとこういうことになるよねっていう記号です。今すごく大事なこと言いました。一番大事なのは全部の音というところです。うん、なるほど。1弦と2弦と3弦と4弦と5弦と6弦、そういうことじゃない。バンドメンバー全員の音です。ギターとベースとキーボードと、なんならボーカルのこう音も含めて全部の音程をまとめると、例えばベースはこのド、ドを弾いてます。でギターがドとソを弾いてます。でキーボードがミとソとかみたいなのを鳴らしていますってなった時に、じゃあ全体では、あ、これつまりドミソだねっていうことは、完成形は C だねっていう風に、そういうことが書かれてるのがコードネームなんですよ。コードは全体での仕上がりの名前。みんながそれを分担して作ることも、もういっぱいあります。鍋パみたいなもんですよね。みんなで鍋するって言われたんだけど、もやしと豆腐だけ持ってくればいいよって言われたんだけど、これだと具材足んなくない？とか。ね、あとは、組体操でピラミッドやるんだけど、地面に四つん這いになってって言われて、これ、え？ピラミッドじゃなくない？あ、俺スフィンクスの役？みたいな。それが今の皆さんの悩みです。もう、わかりますよね。
そう、お鍋だったら僕がなんだっけ豆腐と何かだけ持ってきても他の人が豚肉とかネギとか持ってきてくれるんですよ。ピラミッドはみんなで一個のピラミッドを作るんです。そういうことです。だから皆さんはギターをやるようになって初めてコードというものに触れたと思います。なのでコードっていうのはギターのこの形のこと、この形のこと、このサウンドのことなんだ、自分の弾いてるこれの動作のことなんだって思ってるかと思います。違います。あのコードっていうのはこうしてみんなが奏でてるハーモニーを一人でやんなきゃいけないっていう時にどうしたら効率よく一人でも弾けるようになるかっていうのを追求したらああなったというだけなんですね。だからみんなで演奏する場合一人でコードを全部鳴らさなきゃいけないなんてことはないんです。一人で鍋やるんだったら具材全部自分で買わなきゃいけないけど、みんな適材適所得意なパートがあるからベースの人がこのルート音を弾きますとか、ルートはベースがやるから 色鮮やか系の3度の音とかはじゃあキーボードとかギターがやるよみたいな感じで、鍋パするんだったらそのあなんか自分豚肉詳しいよとかそんなんいるやつわかんないけど、あとあ実家があのネギ作ってるからうちのネギ新鮮なやつ持ってくよみたいなやつがいればそれを持ち寄っていい感じのハーモニーという鍋を作るんです。何の話してんだこれ。オーケストラにさコードないと思ってませんか。確かに鍵盤楽器とかハープとかがなければ誰一人和音を奏でていません。でもあれって全部集まったらコードになってるんですよ。パヘルベルのカノンとか、知ってますよね。一つ一つのパートはこんなのとかみたいな感じですけど、あれ全部集まるとやっぱりみたいな感じでコードになってるわけですね。なので、それこそコードをバンドの中ではコードを弾かないでピロピロやってるだけのパートってのもありますよみたいな、こういうのもね。で、そういうのってはベースとかピアノとかあともう一本のギターとかがコードを構成してくれた上でこっちの上のギターでこのみたいな感じをやってたりするわけです。あれも分担してるからできるっていうことですね。鍋パの時にあ俺じゃあ調味料だけ持ってくよみたいな人がいても全然いいわけですね。一人の弾き語りの時にだってこういうのだけやらないでしょ。なのでまあそういうことがありますっていう感じですね。あとはまあ純粋に省略してるっていうこともあります。全部の弦を弾かないことによってちょっと抑えた感じになるとかね。Cこれ全部弾くんじゃなくてそうだな 3,4,5 弦だけ弾いてるみたいな、これもまあ Cって書いてあって全然疑問はないですね。とか省略で言えばやっぱパワーコードですよね。これとか4弦5弦6弦だけ1,3,3って押さえてるのに F、 これ F のパワーコードってやつですからね。みたいな、これパワーコードって言います。パワーコードについてはちょっと別の動画でめちゃめちゃ語り尽くしております。そんな感じで、鳴ってる音の調整だったりアンサンブルのためにコードの構成音を全部弾かない、全部の弦を弾かないっていうのもとてもあることです。というかさ、究極よくよく思い出してみて、 A メロとか落ちサビとかでギター全く弾いてないとこあんのにコードネーム書いてありますよね。ね、それは U フレットとかでもそうでしょ。でもここなんかピアノだけで歌でふーっと言ってんのになんかコード書いてあるけどこれ何みたいなあるじゃないですか。あれギターのためのっていうじゃないってことですよね。だからつまり楽譜に書いてあるコードネームはギタリストの仕事を指示するための記載ではなくてアンサンブル全体の音がどうなってるかを書いているっていうことですね。うん、素晴らしい。何が素晴らしいんだ。へい、へいっつってた。次、5番ラストですね。アレンジされている、これは主に皆さんの場合ソロギターとかの時に出てくるんじゃないかなと思います。例えば、こんな感じ、これとかね。じゃあちょっとなんか弾くか。まあなんかありそうな感じだな。今GADGADGAD って弾いたんですけども、まあ香水風だったな。そういえば1回目の G はこれで弾きました。2回目の G はこれ弾きました。3回目の G はこれを弾きました。いやいやどれも G じゃないよね。でソロギターって言いました。だから他のパートに任せてるっていうことはないです。もう全部一人なのがソロギターだから。で2とやっぱりこれ G が鳴ってないじゃないですか。
これはね、難しいお話なんですけど、 G であることを想定しているっていう感じなんですよね。曲の進行的にこうだよねっていう予想で G と書いちゃってることもあります。あとは原曲はこうだったんだけど、ソロギター用にアレンジしたら要素が足りなくなりすぎてちょっと G に見えなくなっちゃったみたいなのもあります。例えばソロギターって結構忙しくて、まずメロディー弾かなきゃいけないでしょ。しかもちゃんと聞こえるように目立たせながら、かつベースってのも弾く必要があります。曲のアンサンブルにおいてベース音ってすごく大事なので、低音を支える、そしてリズムも出すみたいな感じでめっちゃ大事なんですね。となったら一人でベースもメロディーも弾きながら、あと何が弾けるってなると結構難しいもんがあるんですよ。ギターってどうしたってそこいっぺんに抑えられないみたいな、こうギターの構造上の制約とかあるじゃないですか。前後の流れとかもあるし、そうした時に本来 G なんだけど、 G に必要なソシレ、あ、 G ってソとシとレなんだけど、ベースのソは絶対弾きたい、プラスメロディーのレぐらいしか弾けないみたいなこともまあまああります。例えばね、みたいな感じで、これとかこれとか、 A メロの最初これやって、 B メロの最初これやりましたね。今やったのは実際には G のメジャーセブンスなので、302、ここ2なんですけどね、弦3本しか弾いてないですね。でもこれぐらいじゃないと、うるさすぎて、なんだろう、ちょっとうるさすぎるでしょ。メロディー聞こえないんですよ。特に B メロなんてメロディーが結構低くなってくるので、これぐらいにしとかないといけないわけですね。そうじゃないとってやっちゃうと、ちょっとゴージャスすぎてメロディーが全然浮かんでこないという、これがまあソロギター用のアレンジつやつです。さあ、以上がこのコードネームとタブフが違うという5つの事例のお話でした。特に後半2つですね、アンサンブルの役割分担によって1人でそのコードにならないパターン、そしてソロギター用にアレンジされたパターン、この2つによって、コードネームと実際に弾くポジションが違って見えるということになります。じゃあ、まあ、理屈は分かったと、実際どうしたらいいんだよというお話をこれからしたいと思います。これは逆にどうしたいのっていうことです。バンドとかのアンサンブルでそのフレーズを担当したいとかであれば、タブ譜通りに弾きましょう。そのパートの重なり合いでその曲のアンサンブルがこう成立してるわけですから。でも例えばさ、自分一人で弾き語りしたいって時にコードネームの方を拾った方がそれはいいと思いますよ。だってさ、例えば僕先日ね、さっきも言ったんだけど、渡り鳥って曲の弾き方解説、これやりました。で、弾き語りやりますって時にこのリードのフレーズ弾かなくないですか。描いてみせるよ、こっち弾かないですよね。描いてみせるよ、こっち弾きたいですよね。なので、そういうことがやりたければこのコードを弾きましょう。むしろそういう方のためにもコードが書かれてると言っても過言ではありません。でもバンドのみんなで合わせるとかなったら、むしろこのパートがかっこいいとか、みんなで作り上げますってなったらそっちを弾いてください。まとめます。タブ譜は個人がどんな仕事をするのかを明確に指示したものです。コードネームはアンサンブル全体でその瞬間何のハーモニーになってるのかを書いたものです。パフュームのダンス、誰かのパートを完コピしたいのであれば、なんか一瞬こうやって止まってるパートとかあるじゃないですか。あれ3人でじゃあパフュームやろうねってなったら、なんか自分止まってんのあれだから動いちゃったってなると成り立たないんですよ。でも逆に一人でやるんだったら、その部分も全体的にはこんな動きしてますってやった方が、まあ見栄えはいいですよね。一人で弾き語りするんだったらそっちの方が楽しいと思います。もうそんな感じよ、単純な話ですね。何がしたいかで決めて OK、 簡単簡単。最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画が役に立ちましたら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたね、バイバイ。